こんにちは、岸です。今回はですね、松山くんなんかがやってるトップのね、間を手に入れるその間ですね。すごく速くなって外からクラブが来てる人なんかにはちょうどおすすめです。外から来ないようにうまく間を取ってインサイド気味からクラブが落ちてくるといいんではないでしょうか。それを作るためのやり方を、今からやってみます。それではですね、まずはですね、このウェッジを使います。なぜかと言いますと、皆さんどうしてもここのスタートが長くしたり折ったりしたりしながら上で縮まってしまう方もいらっしゃいます。なのでまずスタートをスピーディーにするためには、サントとか TS でロブショットとかバンカーショットの方を手首につけていただきます。バンカーショットのイメージで少し浮かせて浮かせてね、少し浮かせて左の手首から折ることからスタートしていきます。ということで、この状況からなるべく深く打っていく。この状況から早めに手首を使う練習です。高い球が上がってきますね。こういう形で手首を振って持ち上げる、手首を持ち上げる、この手首をスッと上げる感覚をイメージします。これ今サンドでやりました。そうするとこのイメージがついた後に、バンカーショットとかロブショットっていうのはあまり肩を回してしまうとトップしてしまう。バンカーでホームラン打つときは皆さん肩を回しすぎなんですね。でバンカーとかは手首に腕を持ち上げてあえてダフらせるような、回転の少ない動きにして鋭角に入れるような、イメージを作っていきます。ただサンドだと高く上がるんですが、これをですね、7番アイアンでやると、このロフト角が少なくなるので、バンカーのように上に擦るような球は出ないわけですね。同じ打ち方をしても分厚い当たりが出ます。はい、それでは7番アイアンでまずバンカーのような動きをやってみます。どういうふうな動きかと言いますと、まあ、浮かせて、まあ、手首からちょっと早めに入ってみる、ね、それで一気に手首を走らせる。先ほど、バンカーショットで肩を回してしまうホームランが出てしまうということなので、7番アイアンでバンカーショットの時に肩を回してみます。そうするとこういう形に浮かせて、ね、最初は浮かせて構えて芯を食うようなインパクトになります。なのでバンカーショットの手首に関してはショットの中に、まあ、それをうまく入れてると思ってください。これがなぜトップの間につながるか今からちょっと説明します。実際皆さんよくやりがちなのがバックスイングでこう長めに低く長くとか高めにイメージを取ってしまう。これって僕たちのイメージでいうと直線っていうイメージです。直線的に引いてる感じ、それを上に上げて曲線になっていきます。最後は縮まってしまいます。もう縮まってしまうと回転なんですね。直線から回転になっちゃう。で回転をしてしまう、最後に回転してしまうと最初に回転から、そうですね、回転の後は回転から始動が始まります。回転で終わってしまうと回転からスタートしてしまうので、より言う回転で終わった指標は回転から外からクラブが来る可能性とかが多くなってきて、プッシュアウト、チーピン、いろんなパターンが出てしまうわけですね。ではどうするか。僕たちは先ほど手首をたくさん使うという形で、ここを長く低くとかそういう形をやめたんですね。でどういうふうにするかというと、もう手首をスッと上げながら一気にスッと上げながら回転していきます。直線ではなくて先に回転してしまう。で回転を続けるとやっぱり苦しくなって頭が傾いたりしてまた回転からスタートしてしまうので、回転をやめます。やめるっていうのは手首をリードした時にそこそこもう体がひねれませんよっていったところから、この腕を
上に上げていきます。先ほどは何も落ちにプレッシャーがないままグーッてやって横に流れてしまいがちなんですけど、早めにリスクを使いながら回転していくことによってもう腰も結構ひねえと横に動きにくいわけですね。横に動きにくい、動きにくいところでもう肩も曲がれないんだけど腕を動ける範囲としては横でもこっちでもなくて上なんです。上に上げることによって肩がもう一つ入ります。でダウンの時に壁になってくれる、この肩がねしっかり入ってくることによって壁になってくる。回転直線です。回転して回転からスタート。僕たちは回転最後に直線を入れます。ってことは直線から切り返しは直線的にこう野球で言ったら足を上げて引っ張り込む、踏み込むような形でインパクトできるので外から来ることを防ぐことができます。でトップで股が取れる選手っていうのは最初に間を取ってないです。間を取ってビュッてやったらここで間なんて取れなくなっちゃうので最初はねここ、僕たちもそうなんですけどここ早いんです。結構スタート早いんです。スタート早く肩を回した後に引っ張るとちょっと、バランス取れなくなるので早い腰からちょっと伸ばしていく。最後ねこの間を取るとこの踏み込む間も取れます。なので、今ね絶好調の松山君がすごくここの間を取るのがうまいっていうか長いですよね。その長い形っていうのを皆さんも一つつけてもらうと少しリズムが良くなるかもしれない。回転結構速いです。回転直線スッ、ここはバンカーのようにスッと上げてもいいんですけどそのままじゃ速すぎるんです。スッスッスッと伸ばす。その時に足をこう上げると斜めの下やしっかりと踏み込む状態ですね。まあ大きな振り子になります。回転だと小さな回転になってしまうんですけどひねって斜めに上げれる。でもずれてはないです。少しは先にひねってしまってるんでずれようがないんでたくさん上げる。そこで大きな振り子を作る。難しいんですけど、できるようになるとしっかり間の取れたリズムのにゴルフができるんではないでしょうか。まあ、難しい、イメージなんですけど、スタート少しチェンジして間の取れるいいショットを打ってみてはいかがでしょうか。岸でした。難しかったでしょうか。ね、反省会としてはちょっと僕の頭が切れちゃってましたね。すいません。はい、頭が切れちゃってたのが反省です。すいません。今度気をつけます。ね、松山君の、まあ、こういった上の動きね間が取れるようになると、皆さんも、バランスよく打てるんじゃないかと思います。ただしですね結構下半身がしっかりしてないとあの間に耐えられないかもしれないんで、ちびっこ諸君しっかり食べて下半身を大きくしよう、僕はちょっとダイエット中なんで気をつけます。それでは。どうしようかな。以上。いつもこの番組をご視聴いただき誠にありがとうございます。 Facebook、Instagram などもやってますのでそちらの方もよろしくお願いします。この動画を見て、上達してきたなと思われる方高評価ボタンの方もよろしくお願いします。
まだ登録がお済みでない方、ぜひこの機会に登録をよろしくお願いします。岸でした。